どうも皆様、こんばんは、すすです。今回はですね、超久々の動画になります。近々ですね、雷の方が実装されるということで、そこの方面からなんかからくりが流れ着いたとか、うんざらかんたらの、魔偶剣機とおそらく呼ぶやつですね、を完全無課金攻略でやっていきたいと思います。メンバーはですね、右見てわかる通り、ノエル、バーバラ、主人公、イワ、フィシェルでやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずですね、まあ普通に、基本的なやつはシールドを絶やさずに殴っていくということです。最初のあれはですね、攻撃が入らないんですけど、まあとりあえず属性付与はできるので、まあ体にバーバラのアビリティをまとって、そのまま岩の主人公で殴っていくということです。はい、でここら辺が、敵の攻撃はまあ無視して、割られたら随時その下に落ちてるやつを取っていく。でバーバラのこのベールが切れたらフィッシェルの、雷をつけて、相手に雷属性を付与して岩で殴るっていう感じですね。バーバラのベールがなくなったら、シールドが付与、シールドが付与じゃねえや、結晶シールドを敵が落とせなくなるので、まあ、基本的にバーバラで、水つけて岩で殴って、この結晶を、落とさせながら、バーバラのベールがなくなったらフィッシェルでその、この合間を脱ぐっていうか、ない間の代わりですねをやっていきます。まあ、正直そのバーバラのベールがなくなった後にフィッシェルじゃなくてバーバラの通常攻撃でもいっちゃいいんですけど、まあ、そこら辺は好みかなと正直思います。で、70% になったらその敵の攻撃モーションが変わるんですよね。これです。この攻撃はこっちのノエルのシールドで、確実にガードしてください。これがなんか多段ヒットみたいな感じで、その結構痛いんですよね、ダメージ的に。なので、普通の結晶シールドだと、防御しきれない可能性があります。もう一回やってくれたらそれをちょっと見せたいんですけど、でこの攻撃は、まあ、別に離れなくてもいいっちゃいいんですけど、シールドがあればね、まあ、できるだけあんまり攻撃で当たりたくないよねということで、はい、これは絶対に避けてください。これ3発4発全部食らうとめちゃめちゃきついんで、これは、はい、このシールドを持った状態で、はい、これだけ食らいますので、この攻撃は、結晶シールドだと防ぎきれない場合がありますので、これだけちょっと注意してノエルのシールドはですね、この時に使っていきましょう。はい、でこういう攻撃は別に割られても、そんなに痛くないです。なので、バーバルの、回復ですね、これ戻ってる間は別に攻撃食らっても、回復できますので、はい、これで回復しながら、相手に水付与しながら、ベールで、水付与して、結晶シールドやって、はい、こんな感じでございます。なんで、アビリティとかは全然随時使っていっていいです。はい、なんか今喋りながらなので結構グダグダになってるんですけど、本当はもうちょっと早くいけます。まあパーティーメンバーのレベルが全部80っていうのもあるんですけどね、それはあるんですけど、まあ、この攻撃とかはまあ別にそんなに問題ではないです。近ければその2段目の攻撃とか当たらなかったりとかするので、はい、まあ、そんなに気にしなくていいです。はい、あとは倒すだけですね。大体のことは言ったので、あとはまあ普通に倒していこうと思います。はい、はい、もうだいぶ、ダメージいきましたね。はい、これで、いろいろやって、はい、アビリティやって敵殴って岩やって、あとは通常殴りで、はい、ギリギリセーフということで、こんな感じでクリアすることが可能でございます。次はですね、ステータ紹介やっていきたいと思います。はい、まずはノエルからですね。ノエルが80レベル、武器が、鍛冶屋で使えるやつの80レベル。生物はですね、結構ちゃんとしてるやつ、金を、5つ、防御のやつをつけております。ここがですね、本当はここの2で止めようとしたんですけど、間違えてここもやってしまったので、テンプがここは9になっております。まあ、とりあえずノエルは、普通に強いので、まあ、勝利とか、こういうキャラクターが勝利とかがいなければ、まあ、普通に、レベル上げた方がいいキャラなので、まあ、持ってなければ、まあ、持ってれば勝利で使えばいいんですけど、まあ、普通に持ってない方は、ノエルレベル上げてると思います。防御としてはかなり強いんでね、
なので、ノエルは、まあ、なんか多少強くても見逃してくださいというみっともないお願いというか、まあ、そういうあれです、言い訳です。はい、バーブラですね。バーブラ80の、HP2 万ぐらい、武器がカジュアルで使えるやつ HP のやつ80ぐらい、セーブザーなんか適当に、見聞で手に入れたやつとなんかプラスアルファで1個、星座が2突、まあ、何回かやってないやつ、テンプが166ですね。まあ、普通に回復役として使っております。はい、主人公ですね。主人公80レベル、腐食の剣90レベル。これはイベントで手に入れてるやつなので、世界ランクが当時足りてなかったとかだ以外の方は多分全員90にしてると思います。はい、普通に90に多分全員してると思います。世界ランク足りても足りなくてもいけたっけ90って、ちょっと覚えてはおりませんが、普通に多分イベントで、なんか強化素材 1.5 倍ボーナスみたいなのがついてるので、おそらくこれは90にしても問題ないと思います。ていうかしてると思います。してる前提で、90だと思います。はい、性別の、なんか攻撃力攻撃力攻撃力、違うか、攻撃パーセント攻撃パーセント攻撃パーセント攻撃力 HP ですね。星座は6突、まあ、それそうですよね、ストーリーネさんで。テンプが699、まあ普通ですね。青の、なんかアイテムで使って強化できるまで、金は使わないところまででございます。まあ、フィッシェルも正直どうでもいいですね。80レベル、武器が、これもイベントで手に入れたやつですね。これも90レベルのやつ。はい、雷のようなやつのなんか適当に、集めたやつ。星座は3突、テンプが696という感じでございます。はい、ではあとは、採用理由ですねをやっていきます。まあ、ノエルは普通に単純にシールド役ですね。まあ、ノエルじゃなくてもこれが出てきた時は勝利先生が、ピックアップガチャとして出ていたので、まあ、勝利ガチャじゃねえや、勝利先生を持ってる方は全然勝利で、いいです。で、持ってない方はノエルは多分重宝されてると思いますので、まあ、ノエルのシールドをうまいこと使っていくっていう感じでございます。まあ普通にシールド役プラス、主人公岩との元素反応で、シールドの硬さをプラスと、あとはシールド状態の時の攻撃力アップが、目的でございます。はい、バーバラはまあ普通に、回復と水不要ですね。はい、これがバーバラじゃねえ、フィッシェルとの、そこにも関わってくるんですけど、まあ普通に、バーバラで水かけて、なんかこう普通に相手に元素やった後に、まあ、主人公で殴っても結晶、まあ水色の、結晶は落とすので、まあ、正直バーバラで、フィッシェルの部分もまあいいっちゃいいんですけど、全体的に攻撃力がそれだと足りづらいというか、まあ、全員レベル80で、そんなに高くないので、まあ、その火力要因として一応、はい、連れてきたのが、フィッシェルという感じでございます。まあつなぎですね、バーバラの回復のベールをまとうまでのつなぎとして、まあ、フィッシェルもいいんじゃないかなと思って、連れてきております。まあ、バーバラでもいいです。正直、まあ、攻撃力が足りてるなと思えば、フィッシェルの部分は、まあ、正直、半自由枠っていう感じでございます。一応、自分のパーティーが全部レベル80なので、まあ、前から動画を見てくれてる人だとかは、まあ、ご存知かもしれませんが、生物卑怯の90レベルを80の完全無課金でも、勝てるよう的な動画をするために、全員80で、止めています。90にするともう戻せないんでね、レベル上げちゃうと。まあ、どのゲームも大体一緒なんですけど。まあ、なので、一応80で止めてるんですけど、こういうフィールドボスとかは、まあ、やっぱり世界ランク上がるにつれてレベルが高くなってくるので、まあ、その分、90にしてる方は、まあ、全然これよりは、まあ、結構簡単に、倒せると思います。10以上レベルが上がると、さすがにね、ちょっと、ダメージも通りにくかったりする的なことを、前聞きましたので、なんかレベル補正が多少あるよ的なことをね、まあ、検証はちょっとしてないので、また元気でございますが、はい、まあいいか、まあ、そこら辺はまあ各々の、判断に任せます。4枠目でベネットとかの、火力アップですね。イベントでなんか5体のうち リーリエあそこら辺の5体のうち1個好きなの選べるようなやつで、ベネットとか取ってる人は火力要因として、なんかフィールド使うためにフィッシェルの部分を、ベネットとかにするのも、まあ、火力が上がるとしてはやっぱいいと思います。はい、はい、主人公ですね。主人公は普通に殴る役です。殴るのと、あと岩の、元素で結晶シールドを落とす役と、あとこれですね。はい、腐食の剣が、まあ、皆さん武器として持ってると思うんで、あれなんですけど、元素スキルのダメージ 32% アップ、元素スキルの回線率、はい、12% アップということで、この岩のダメージが上がるので、結構これがキーマンだと思っております。まあ、主人公の通常殴りも別に、まあ、強くはねえか。強くはないんですけど、まあ、普通にこれが一番ちょっとダメージが入るので、しかも回転率もそこそこ高いですしね。はい。
5秒に1回ぐらい出せるので、これがめちゃめちゃ、主人公としては今80のこの段階だとこの技が、かなり強いので、まあ、これをできれば積極的にぶつけていきたいっていう感じでございます。正直喋りながらやってると自分がどういう動きしてたかっていうのがあんまりわかんないので、さっき、倒した動画のところでそんなに使ってない場合がありますが、この、弾が、かなり重要っていうことだけ覚えてくれればいいと思います。はいですね、こんな感じでございます。でシシラさっき言ったように、自由枠プラスあのイベントで手に入れた、武器があるので、まあ、正直そのフィッシャーに持たせる武器ってあんまりないんですよね。あのイベントで手に入れた、これぐらいしか、これかこの試作のやつなんですけど、銃撃に弱点が、命中した場合うんたらかんたらとかやられても、まあ、正直、まあ、これも、この攻撃力上がるのも確か本人だけなので、攻撃費入れ替えても主人公に 32% 上がるってことは確かなかったと思うのであんまり変わんないんですけど、まあこっちの試作よりかはこっちの方がダメージ高いだろうっていう感じで、適当につけております。なのでここは本当に自由枠でいいと思いますので、まあ、属性付与できるやつか、まあ、何らかを、ご自由に、判断していただいてもいいと思います。はい、ということで、ステータスなどなどは以上でございます。ということで、今回はですね、この辺りで動画を終わりたいと思います。そろそろですね、雷の方も、なんか将軍とかがめちゃめちゃガチャ引きたやつがいろいろ出ておりましたが、期待して待ってみたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあな。